はい、琴姫のヒーリングムービー、今夜の映画はソングバードでございます、はい、10月7日からロードショーが始まりますが、これはタイムリーでね、すごい恐ろしい映画でございました、うん、台からは想像つきませんでしょ。そうですね、ソングバードですからね、うん、実はこのソングバード深い意味があるんですね、うん、どんな内容の映画か大輔さんにプレスを読んでもらいましょう。はい、ソングバード。新型コロナウイルスは序章に過ぎなかった。2024年、強力で恐ろしいウイルスへと変異を繰り返し、致死率は 56%、 死者数は1億1000万人を超え、4年間ロックダウンが続いている。人々は徹底強化されたソーシャルディスタンスの厳守を余儀なくされ、厳格な管理社会と化した世界はもはやディストピア。感染者は Q ゾーンと呼ばれる隔離キャンプに強制収容され、自由に動き回ることを許されるのはごくわずかなウイルスの免疫を持つ者のみ。玄関のドア越しやリモートでしか会えない男女の恋愛を軸に、自由が失われた世界で生きることの意義を問う。2020年7月、未曽有のパンデミック真っ只中にロックダウン下の LA で撮影を敢行ということなんですけれども、うん、我々の地球を描いてるじゃないですか。はい、でしかも2020年の7月って言ったら、はい、ロサンゼルスはすごいロックダウンで大変だったんですよね。一番大変だった頃でしょうね、うん、でそんな時に撮影した監督は誰でしょう。誰でしょうか。マイケル・ベイさんでした。うこういうことする人なんですね。気骨がありますね。ねえ、うん、いやあまりにもなんかこう、うん、身につまされるっていうか、タイムリーすぎるっていうか。そうですね、ええー、うん、いやでも嫌ですね。あのなんかまだ渦中じゃないですか。そうですね、ね、うん、あの海外の方は結構マスクしてない。そうですね、あの、はい、国も多いですけど、うん、日本はまだマスクしないといけないし、はい、やっぱりマスクしてないと自分自身ちょっと心配。そうです ね、 ね、うん、ですからね。で、ソングバード、あの金切り声っていう意味があるそうですよ。あともう一つは大切な人っていう意味もあるんですけれども、はい、でね、あの一番最初、あのロサンゼルスにね、うん、入ってきたら、はい、ここロサンゼルスに入ってきたら厳罰に処すって書いてある看板が出てるんですよ。いやもう最初から厳しい感じの、はい、要するに他の州から入ってきちゃいけない、もちろん家からも出ちゃいけない、家から出たら銃殺するって言うんですよ、うん、でじゃあそういうふうに制限しちゃって、じゃあ誰がいろいろその社会活動を行うかっていうと、うん、ごく一部の免疫がある人がお仕事してるわけですよ、うん、なるほど、うん、で、この主人公のニコっていう男性は、はい、あの宅急便のような品物を運ぶお仕事してるんです、うんうんうん、であのいろんなとこ運んでいくんですけれども、はい、主にあのお金持ちの家に向かって運んでいって、うんうんうん、それでお金持ちのお家でも二重に消毒して品物を受け取る、うんうんうん、はい、でニコさんはあの免疫はあるんですけれども、うん、免疫のある人と免疫のない人は絶対に接触しちゃいけない、うんうんうん、でいろんなところに運んでいくうちに、サラっていう女性のことをニコさんは好きになります、うんうん、もちろん二人会えないんです、うん、でも結構仲良くなって、はいはい、いつか会おうねなんて言ってるんですよ、うん、そしてあと、一番困ったのはですね、あのゴミ収集車の所長だった人が、はい、ね、ある男が免疫者だったんですよ、うんうんうん、でそいつがねどんどん偉くなっていってね、うんうんうん、いろいろね免疫者じゃない人を取り締まってるんだけど悪いことしてるのよ、はあはあ、免疫者は神だって言って、あーなるほど、はいはい、でね、免疫じゃなかった人を救助に運ぶじゃない、うん、そしたらその救助っていうのはクイックですって言われててね、あなるほど、一旦入ったらすぐ死んじゃうか、うん、なんとか自力で治らない限り出てこれないようなひどい施設なんですよ、うん、だから免疫じゃなかった人の家も自分のものにできるしとか、うん、そういう考えのやつがほとんどのことをロサンゼルスの中で仕切っちゃってたんですよ、うん、はい、それである日のこと、サラさんのおばさんがなんか夜熱が出ちゃいました。はははでね、
あの毎日ね、あのスマホで検温するでしょ、うん、でもし熱があったら自動的にね衛生局が来て連れてっちゃ うーん。それでサラさんも一緒に住んでるから、うん、連れて行かれそうになる、はい、でニコさんは助けようとして、うん、懸命の奔走いたしますけれども、果たしてどうなるんでしょうか。一部の免疫者が悪者でいろいろ仕切ってる中、あとものすごい大金持ちがいろいろやっぱり悪いことやってる中で、うん、果たしてニコはサラを助けることができるんでしょうかっていうのがソングバードでございます。でこれは近未来への継承ですね、うん、で人間が失ってはならないものを強くメッセージした作品だとこと姫は思いました、うん、ソングバード10月7日からロードショーです。I remember the movie. I remember